神戸市交通局500系電車は、かつて神戸市交通局で使用されていた路面電車車両である。1919年から1931年にかけて6グループ97両が製造された。570系582これは広島電鉄上と後の写真だが、大型方向幕以外は神戸時代とあまり変わらない。1919年に、 日本初の低少式ボギー車として登場した C 社翌1920年にその造備車として登場した E 社を1923年に501から530に改版した木造車グループと1923年に登場した I 社1924年に登場の J 社1926年から1928年にかけて登場した K 社 1931年に登場したエルの構成者4グループからなる合計6グループで構成されていた。構成者の iJK 車は中央扉の戸袋窓に楕円形の飾り窓を持ち屋根も深めだったのに対しエルは飾り窓が普通の窓に変更され屋根もやや浅めになるなどそれまでの各車とは少し車体の仕様が異なっていた。 木造車の C 社のグループは1932年に600型に同じく木造車の E 社と構成車の I 社のグループは1935年から1938年にかけて700型にそれぞれ改造された。I 社については製造後わずか15年程度での更新となった。引き続き JKL 社も700型へ改造することが計画されていたが日中戦争が 太平洋戦争に拡大する過程で、物資不足や乗客の急増などの理由により改造は中止され、変わった800型が製造された。太平洋戦争末期の神戸大空襲では、J 社は12両中8両、K 社は25両中11両、L 社は10両中3両が被災し廃車となり、台車などの部品の一部は戦後に製造された800型に流用された。 また1950年には、残る25両の残存車に対し、欠番を埋めるための改板が実施されたが、1952年から1953年に、状態不良のために3両が廃車された。残る22両は、原型のまま使用されていたが、最も新しい車両でもすでに製造30年を経過し、車体の老朽化も目立ってきたことから、 1958年から1962年にかけて大阪車両工業において大規模な更新改造が実施された。この際、車体外反は全面的に張り替えられてリベットがなくなり、側面窓は一段加工窓から二段上昇窓に変更、上高扉も従来の三扉から全中比の二扉に変更され、前扉は折戸から引き戸に変更された。 また、再度改版が実施され、残存者は571から592に整理された。なお、K 社の581.58に58及び、L 社の588.589の4両は、更新対象から外され、原型のまま1969年まで使用された。なお、更新者については、書類上は、心臓扱いとなっている。1968年には、 更新工事を受けた18両のうち、事故で大破し、旧車中の583号を除く17両がワンマン改造を実施された。その後もワンマンカーとして、神戸市電全廃まで使用された。製造からすでに40年以上経過していたが、更新済みで、車体状態も良かったことから、広島電鉄へ譲渡されることになり、廃止翌日より広島へ輸送され、 整備の後570型となった。現在も J 社が1両のみ使用されている。また、C 社の91の全面が復元され、神戸市交通局妙谷車両基地で保管されている。妙谷車両基地内の神戸市電庫で保存されている91号の前頭部。ありがとうございます。